チャオトゥティ、どうも今井俊介です。サルベ川村キヒトです。はい、今日は1月18日の大阪上昇ホール、はい、そして2月の1日東京都渋谷区文化総合センター大和田の桜ホールで、ハーモニーコンサートがあります。はい、はい、いよいよって感じですね。そうですね、もう、もうあっという間ですね。はい、というわけで今日は、そんなハーモニーコンサートのために、はい、ゲスト見ていただくと分かるんですけど、あ、なんと空席がありますね。空席いっぱいあるんですよ、はい、なのでゲスト呼んでみたいと思います。はい、どうぞ。皆さんこんにちは、白石沢子です。イエーイ。こんにちは、吉田静香です。イエーイ。こんにちは、長尾彩です。イエーイ。はい、そして新橋ゲートです。イエーイ。昨日まで長野に行っていて、長野の長野さん、どちらですか？はい、長野の東海というところに。東海？東海。あ、東海ね。長野市。そうね。はい。昨の東海市ですね。東海市。はい。でいただいてとっても美味しかったので、ぜひ皆さんにもと思ってちょっと調達をしてきたんですけど、何だと思います？書いてある。書いてある。見えてる。しかも今もうこうやっちゃったからもう分かってる。クリキントンって書いてある。大好き、美味しい。男性陣どうですか、クリキントン。甘いものいただきます。ありがとうございます。いやいや、もう私は朝飯まで今食べてないんで。そうなんで、血糖値上げないと。はい、前回の YouTube で川村さんが小食っていう話をして。はい、あ、そうかもしれないね、小食って。いや、まあでもあの食べたい気持ちはすごくあるんですけど、2人と一緒なかなかやっぱりこう胃がついていけない。吉田さん吉田さんってなんか言い方いいな。ちーちゃんはテレビでやっちゃう。吉田さんと言うじゃん。なんかちょっと今かしこまっちゃった。あの、辛いもの好き。なんでも好き。甘いものも好きですし、どっちも、どっちも食べれる。辛いものも大好物。とにかくたくさん食べます。お米大好きです。お米も好きです。はい。お、美味しそう。お店によってね、栗きんとんもいろいろ。いただきます。はい。いかがでしょうか。いただきます。飲み物もなく。おー、うん、おいしい。おいしい、すっごい栗だね。ね、すごい栗だね。あ、これ 150% 栗。150% 食べられるっていうのか。栗の甘み、自然な甘みが凝縮して、うん、あ、これは確かに飲み物必要。でも、なんか持ったほど甘すぎないっていうね、上品な甘み。あの、しっとりしてない、うん、イタリアに行った時とかに、ね、栗ってよく出る。ああ、そう、とても有名です。すごいこう甘栗じゃなくて、うん、焼き栗が売ってるんだよね。そうそうそう、とかと自分で買って、うん、あの自分家で売って。あ、時期になると自分の師匠がその行った栗をテーブルにずっと置いてあって、俊介さんに食べろ。なるほど。その後に厳しいです。味もで、カッサカサしてる。ナッツでカッサカサしてる。パッサパサしてる。パッサパサで声出る。歌う前に。パッサパサで声出ないんですけど。ちなみにあのイタリアのモンブランはモンテビアンコ。知らないですか。知らないです。食べたことないです。モンテビアンコ。山白い。そんなに。まあまあ。はい。場所です。モンテビアンコ、モンブランです。あ、そうかそうか、モンブランって、ブランはフランス語のね、あ、おしゃれ、白ですよね。今今、いや、俺はカタカナであのモンブランだと思う。確かにね。あの、いやいや、そうそう、待って待って、最低限黙ってなんかその、軽蔑してんのか。いや、だからどっかの東京の洋菓子屋さんとかが、あのね、昭和初期から作ったあのケーキがそのモンブラン、カタカナのフォントが出てきます。うちの先代がつけたな。いや、でも歌い手としてなんでモンブランだろうとかって思わないですか。さすがだね。じゃあモンブランの山のことを、あの形がモンブランだから、うん、確かにそうね。山の形からね、あ、その山で取れたとかじゃなくて取れる。
発音的にはもうナザレで入ってモンブランモンブランモンブランケーキ屋さんではそう言わないと ねこれからはねずっとなんかね無口で笑っていてなんかどうしよう、この3人の中では無口キャラで通すノン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 、なんか皆さん喋ってくださるからちょっと気分の楽しいな。1、2、3いや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 ちょっと待って、3人の中で一番のおしゃべりは誰？せーの、さわちゃん。ほれさわちゃんじゃないんだっていうイメージなんだ。いや、なんだろう、しーちゃんだよ。ねえ、だよね、確実にしーちゃんだよね。あ、そうで、今、しかも動画の前だからね、全部こうなんか敬語になってるんですよね。この感じじゃなくなったら、ね、敬語ですよ、だって一番下っ端なんで言い方敬語ですよね。敬語は嫌だなと常々思ってるんですが、なぜか敬語。でもしーちゃんそこら辺はきっちりしてるね。そうね、ちゃんとね。バスケ部とダンス部で鍛えられた。今上下関係がね。見る影もない。ダンス部。あ、ダンス部だ。全国大会も行きましたよ。ちょっと後でその通りの写真よかったら今踊ってくださいって踊れっていいね。全国大会の時の写真を出す。写真ね、全身体質なんで。あ、そうそう。じゃあそのね、全国大会に出場した時の踊りを。でもあのダイエットに成功したら全身体質でじゃあコンサート行きましょう。言った。誰も言った。聞いた。頼んでなかった。ワンコーナーできちゃう。誰も頼んでなかった。さすが。シュール。じゃあそれを見に。10枚ぐらいは受けます。10枚、いやそしたらもう速乾でしょ。1月18日のハーモニーコンサートの、はい、大阪上昇ホール、そして東京の、はい、渋谷区桜ホール、こちらが2月1日でございます。はい、ぜひ、皆さん、そうですね、僕たちのハーモニーとこのキャラクターを見に来ていただければなと思います。はい、もちろんトークもありますのでね、その時に。気をかけていければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。バイバーイ。